田舎だからとか丸々だからっていう前に、あなた自身はどうですかっていうお話をしたいと思います。田舎だからっていう言葉をですね、私この YouTube ね、このというかこちら TikTok も出してるんですけど、まあ、YouTube で3年ちょっとずっと動画を出してきまして、そのコメントがですね、まあ、本当にたくさん今までいただいたんですけど、時々ですね、田舎だからですねっていう、その田舎っていう言葉がね出てきたんですね。で、私その田舎とかね、あるいはその田舎だけじゃなくてですよ、いやー、うちは〇〇だからですねとか、こう〇〇だからっていう言葉をね本当によく聞いてきました。で、そういうこうものすごく何か今の状況、私は田舎に住んでるからこの環境、そのね親戚付き合いとか近所付き合いとか、そういうですね、田舎だからこその何か苦しみ、辛さ、そういうものがあるんですっていうね、なんかこう訴えなんですね、そのコメントを拝見すると。そしてだから私はもうダメなんです、まあダメというかもう諦めてて、まあね、ここに住む限りね、まあそれは仕方ないと思ってるんです的なね、まあそこの状況をまあなんとかね受け入れなきゃいけないなっていうね、その受け入れるっていうことはもちろんいいんですよ。その状況が、まあ私はこういう環境だし状況だから、まあじゃあそこでどうやって生きていこうかっていう、そういうね、こう前向きなですね、こういい意味の受け入れるっていうのはもう全然それがいいんですけども、まあコメントを拝見してるとですね、その前向きなその受け入れっていうよりも、なんかこうもう諦めというか、いやどうせって、まあどうせダメですって、これ田舎だからねっていうね、なんかねそういう風になんかこうね書かれてるなって私は受け取っているわけなんですね。で、最初も言ったように、その田舎だけじゃなくて丸々だから、うちの家庭環境はこうだから、うちの親はこうだからね、私のこの恋人はこうだから、私の旦那は、うちの奥さんはっていうね、なんかこう丸々だからっていうね、なんかそこをですね、ものすごくそのせいにねしてるんですね、ある意味。まあ、そうやってですね、なんかこう全てまず周りのせい、あの人のせい、人間のせい、環境のせいっていうことになっちゃってるんですよ。そしたらですね、このタイトルにあるように、じゃあご自身はどうですかっていうことを私はまず問いかけたいんですね。それはですね、私も過去そうだったんですよっていうことが大前提です。私も過去のどん底の時は自分っていうものを全く顧みてなかったんです。本当に最初ずっとこう言ってきたように、いや私のこの人生はとか、私のこの運命は、この家庭環境は、もうすべてそっち方向に行ってたんです。だから私もそうでしたから言えることなんですよね。でもじゃあそのままでいたっていつまでも幸せにはなれないし、心から楽しいとか、心からね、ああ生きてるっていいなって思いませんよってことなんですよ。だからなんか諦めてる、もう仕方ない、田舎だから、なんとかだから、だからそれをまあね、なんとかこう受け入れてやっていきますよ的なね、まあ、ちょっと投げやりチックなね、そんなこうね、言葉がこうね、よく見られてたんですけど、まずですね、どんな状況であれ、どういう人間関係であれですね、まず自分なんです。すべて自分なんですよ。そこをですね、まだ気づかれてない。まあ私もどん底の時は気づいてなかった。だからそこに気づけばですね、本当に人生が変わるんです。で、実際ですね、今までこう悩み相談って本当にね、いろんな方、していただいて、まあその中にも、やっぱりこう田舎だからって言われてる方いらっしゃったんですね。やっぱり近所の人と本当にこう密接に関わってるから、ね、都会の人とは違うんですよっていうね、そういうふうにね、こう言われてる方もね、何人かいらっしゃってね。だから、その田舎だからっていう、もう田舎だから、私の人生はもうそこでストップしちゃってる。ね、これ以上幸せになることはもうない。だって田舎だからっていうことなんですよ。でも私が悩み相談でこうお話をしてると、最後はその方は、ああそういうふうに考えればいいんですねとか、そういうふうに生きていけばいいんですねっていうふうに答えをちゃんと見出していただいて、その今までは田舎だからっていうことを言ってたことがもう一切なくなったんですね。ということはやっぱりご自身次第なんですよ。自分次第、私も自分次第だったんです。だから自分は良くないね、考え方とか生き方の時は全く変われてなかったけど、今の私は変われてますよね。私が変わったからなんです。私の考え方とか、物事の受け止め方とか、対処の仕方、人間関係、すべてにおいて私が昔とは変わったから、今変われてるわけなんですよ。本当にですね、自分次第だっていうことに本当に気づいていただきたいんです。
その自分次第っていうことはじゃあどういうことかっていうのをこのチャンネルの一つ一つの動画でね、こういうことを自分で考えてみる、自分でこういうことに気づいてそういうふうな行動をとってみるとか、考え方をしてみるとか、物事の受け止め方をしてみる、そういうふうに生きてみてくださいっていうそのヒントをお話をしてるんですよね。だからどんだけ田舎だろうと、どんだけ今の環境がこうだろうと、〇〇だろうと、自分が変われば状況は変わるんです。田舎だって幸せになれます。都会じゃなくても幸せになれるし、都会だから幸せになれるってこともないです。都会にいようとですね、田舎にいようと、どんな状況にいようと、全部自分次第なんですよ。もうそれってですね、ごくごく当たり前のことなんです。ごくごく当たり前のことをまだ気づいてない、その状況だといつまでも変わらないんですよね。自分のこの考え方をちょっと変えてみようっていうね、その第一歩、そこからがスタートなんですよ。だから〇〇だからとか、田舎だからとか、都会の人にはわからないわっていうね。いや、都会だってすごく不幸だって言ってる方5万といますよね。だから全部やっぱり悩んでる方とか辛い方っていうのは自分だけが辛いって思ってらっしゃるんですよ。それは私もそうでしたから。もう私自分がもう本当に悲劇のヒロインだったんです。まあ私だけがこの世でも辛いんじゃないかって本当に真剣に思ってましたから。でもですね、そんなことがないんだなっていうことがもう後々分かって、今の私に変われましたっていうね、このそういうチャンネルなんですよ。やっぱりね、こう自分だけが辛いと思ってる人が結局、いや都会の人はいいですよね、私は田舎なんでって。だからもうそれは仕方ないんですよって。なんかね、そういうふうにね、こう自分だけが辛い。他の人はどうせ幸せなんでしょうって。だって都会ですもんね、オタクは、みたいなね。で、オタクのね、家庭はね、お母さんとかお父さんが優しいんでしょ。うちはね、もう本当にね、もうすごくね、辛辣なね、親だからね、私ずっと傷ついてきたんですよ。そんな幸せな人には私の辛さなんかわからないでしょってね。なんかそういう方向にずっと行っちゃってる方がいつまでも辛いんですよ。そこを変えていかないと人生が変わらないっていうことを私がずっと言ってるんですよ。いや、人がどうとか、他人と比較してとか、誰かになんか恨みつらみとか、なんか嫉妬とか、そういうのを持ってたって全く自分は変わらないんです。じゃあ自分はどういうふうに今生きているのか、自分のその思考だったり生き方とか考え方を変えない限り、永遠ともう状況が変わらないんですよ。で、田舎の人だって幸せに過ごしてる人はいますよ。それは家庭環境がいいからとかじゃないんです。どんな状況でも自分の考え方とか思考次第で自分の人生はどん底にもなれば幸せにもなるんです。それを私も経験してきたからこうやってお話をしてるんです。そういうお話でした。どうかですね、私は〇〇だから、田舎だから、ね、私の家族はこうだから、あの人がひどいから、私は本当にかわいそうなんですって、そういう思考からですね、どうか一歩抜け出してですね、どうか本当に楽になって、ああ、人生ってこういうふうにね、楽に生きられたんだなとか、あ、なんか生きてるってこういいんだなっていうね、本当に私もどん底の時はね、もう生きてることが本当に辛すぎてね、もう一日一日が長すぎて長すぎて、もう本当に途方に暮れてました。いやー、私もこんなんじゃもう生きていられないっていうね、これが永遠と続くんだなって私の人生。どうせ私の人生ね、こういう人生だからって、もう諦めてました。ある意味ね。でも、違いましたってことなんです。もう全然人生変わりましたから。だから、今辛いとか、もう人生終わったとか、私の人生はこういう感じなんだって思ってる方は、いや、必ず変われるんです。ただそれは、私がそう思ってるだけでね、その方たちが、じゃあ本当にご自身が変わろうとしない限り、変わらないんですよ。でも私は変われると思ってますよ、その方たちも。でもその方たちがどう生きるかにかかってるっていうことなんです。いつまでもそういう負のことを考えたり、他人と比べたり、状況に嘆いてる。それを続けてるとずっとそのままですよっていうお話でした。悩み相談もね、お受けしてますんで、どうしてもね、この動画を見ても、まだどうしても、私は変われないんです。どこがいけないんでしょうかっていうね。そのどこがいけないっていうのはその方が悪いとかいいじゃなくて、どうしても考え方がこっちに行っちゃってるっていう状況があるわけなんです。そこを私とこうお話をして、ああ、そうだったんですねってこう腑に落ちていただけるようなお話ができて、そして人生がいい方向に変わっていただけるような、そういう悩み相談をやってますのでね。どうしても動画だけではわからない、人生変わらないんですっていう方は、一度試してみてください。お待ちしてます。では今回もありがとうございました。